はい、皆さんこんにちは。おたまです。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。久々の、動画をアップロードしようと思うんですが、まあいろいろ忙しくてね、最近動画をアップロードすることができなかったです。ただね、その期間中にもすごくカメラに関してね、いろんなものを購入していたりだとか、動画を撮影、写真撮影する機会とかも多かったので、その中でね、今回改めて動画アップしていきたいのが、ソニーの FE1635mmF4G ですね。パワーズームを搭載している、万能広角ズームレンズになるんですが、これをですね、約2ヶ月ほど使用しまして、すごくね、こう、いいところもあれば、まあ、やっぱり悪いところもあるんですよ、このレンズって。で、それをね、まあ、僕もそうでした。購入する前に、まあ、デメリットだったりとかって、正直あんまり感じることができなかったんですね。なので、今、このレンズであったりだとか、広角ズームレンズを検討されている方が、すごく迷っている部分とかも多いので、実際にね、僕が体験した、この、広角ズームレンズ、これのね、お話を、簡単にさせていただければと思いますので、最後まで動画のご視聴よろしくお願いいたします。結論から、言いたいと思います。まあ、このね、ソニーの FEPZ1635mmF4G はですね、すごく軽くて、まあ、すごい広角でね、かつ標準域まで、カバーできる万能レンズって、言われてるんですけど、結論、微妙です。はい。で、これなぜ微妙なのかっていうところを、理由話していきたいと思いますが、3つ、理由があります。1つ目はですね、ND フィルターを装着すると、ケラレが発生してしまうっていうことです。僕はですね、ニシの、可変 ND フィルターとかを、使っていまして、このフィルターですね、まあ、動画撮影する人とかだとわかると思うんですけど、非常に重要でね、まあ、万能な可変 ND フィルターっていうものなんですけど、まあ、今回の、1635mmの F4G とは違って、僕前、1635mm の GM レンズっていうものを持っていたんですよね。で、そのレンズで、可変 ND フィルターを使った時は、まあ、正直このケラレ、まあ、周りの周辺がね、こう被ってしまうというか、こう黒く、フィルターをね、映してしまうっていう現象なんですけど、それを感じなかったんですよ。で、もしかしたら、今回のね、この、G レンズに関しましては、こう、フィルター径が GM レンズは 82mm なんですけど、これはね、72mm になっているので、そのフィルター径の、まあ、小ささによって、もしかしたら、この、まあ、10mm の違いで、まあ、ケラレが発生してしまう。まあ、ND フィルターが被って、映像に映り込んでしまうっていうことになっているかもしれないので、まあ、僕はちょっとね、動画も写真もどっちもやるタイプなんで、そこがね、少し不便だなっていうふうに、やっぱり感じました。で、二つ目の、理由ですね。パワーズームが非常に使いにくいと思いました。で、パワーズームに関しては、まあ、こう、独特なね、あんまりないような、こう、ゆっくりズームアウトするとか、ズームインするっていう、表現が、できるのがメリットではあると思うんですけど、まあ、あんまりそのメリットを、まあ、動画で、ね、撮影してて、まあ、感じれなかったっていうところ。で、かつ、まあ、こう、パワーズームって、こう、ボタンをね、なんですかね、押し込んで、使ったりするものなんですよ。ここね、押し込んで使ったりするものなんですけど、まあ、これがですね、まあ、こう、画角を、こう、正常にね、例えば16から、ま、30mm にしたいとか、16から 28mm にしたいってやった時に、やっぱこう、デジタルズームみたいな感じなんで、ぴったり止めることがすごく難しいんですよ。これがね、ちょっとやっぱこう、撮影の中で、なんかこう、イラってしちゃう部分でもありますし、で、もう一つ、こう、ソニーのカメラの機能で、全画素超解像度ズームっていう機能があって、まあ、デジタルズームを使うことができるんですよね。で、このデジタルズームに、ここの、パワーズームの部分を使うことによって、連動してね、そのまま、16mm から35mm 行って、その先まで全画素超解像度ズームで、まあ、50mm ぐらいまで、まあ、近づくことができるんですよ。ズームすることはできるんですけど、そのね、このパワーズームから、その超解像度ズームに切り替わるときに、スムーズにプーってズームするんじゃなくて、ツーって変わってから一回引っかかって、次の超解像度ズームに変更されるんですよ。で、これが非常に使いにくい。
ですし、なんかちょっと微妙かなと思います。うん、なんかもうちょっとねこうスムーズにスーっていってくれるとすごくね、まあ、シームレスに連携して素晴らしいこうズームを利用することができるんじゃないかなと思ったんですけど、やっぱそこがねこうカクって一回なっちゃったりするんで、まあ、ちょっと映像として、まあ、使えないし、まあ、かつ非常に使いにくいなっていう風に感じている点でもあるので、なんかねこう 35mm で画角で撮りたいってなった時もなんか 36mm になっちゃったりだとか、こう超解度ズームとなんていうのかな、パワーズームの引っかかりっていうのが、なんか難しいというか、すごく使いにくいなっていう感じたのが、まあ二つ目の理由になります。で、三つ目、ボケ感が弱いっていうところです。まあもともとね、F4 っていう、まあ明るさになってるんで、まあ微妙だとは思ってたんですけど、まあ実際にやっぱりこう、使用してみたりすると、やっぱりそこがね、こう、使ってみないとわかんない部分が多くて、で、やっぱり動画編集しているときに、まあ、ボケ感が弱いとですね、まあ、これ、僕だけかもしれないんですけど、まあ、テンションがすごい上がんなかったんですよ。映像を見てて、うわ、これめっちゃ綺麗だなとか、めっちゃなんか印象的なところだなってちょっと思わなかったっていうところ。で、かつ、まあ、ボケてない映像は、なんかこう、スマホで撮影している感じが若干出ちゃうんですよね。スマホで撮ってないのに。なので、やっぱりこう、シネマティックな、まあ、動画作成みたいなのには、あんまり向いてないなっていう風に僕は感じたんですよ。なんで、やっぱりね、こう、まあ、ボケ感っていうのは、個人的に、まあ、F2.8 ぐらいあった方が、まあ、すごいね、こう、かっこいい映像というか、こう、カメラで撮っているっていうね、映像になると思うので、まあ、ちょっとね、微妙な、点に挙げさせていただきました。でね、最後に、まとめさせていただきますと、このソニーの素晴らしい、技術で、軽量化を実現したこの広角ズームレンズなんですけど、まあ、実際の使用感で、まあ、感動する場面っていうのは非常に少なかったです。で、改めて、背景が綺麗にボケることは映像制作においてとてもね、重要な要素だと気づかされました。かつ 16mm の広角は、まあ、便利ではあります。まあ、例えば、まあ、スチルの撮影、写真の撮影とかだったりすごく便利ではあるんですけど、まあ、必ずしも必要な画角ではないのかなと僕は感じました。そして 18-20mm からスタートするズームレンズであったり、まあ、世の中にはあまりないというか、まあ、ほぼないんですけど、まあ、18mm だったり 20mm スタートの、まあ、レンズの方が、まあ、蹴られなどに対して、まあ、柔軟に対応できると思いますし、まあ、つまりですね、僕が、期待してるのはですね、まあ、タムロンの 17-28mmF2.8 の後継機っていうのを期待しているんですよね。まあ、やっぱり理由としては、フィルター系っていうのが、まあ、タムロンさんのレンズだと 67mm 系なので、まあ、他のレンズで結構多いサイズで統一するんで、ことができるんですよ、フィルター系を。まあ、フィルター統一できるっていうところが一つなんですけど、で、かつね、やっぱ軽量で F2.8 っていう、まあ、ボケ感のね、ちょっとある、まあ、F 値なんで、まあ、そこがやっぱりね、僕のすごく期待している点で、ただね、一つね、まあ、希望としては、まあ、正直 17mm を 16mm にしてほしくないっていうところ。で、まあ、17mm じゃなくても、まあ、18-30mm の画角だったりだとか、まあ、20mm、まあ、35mm だったりとかの、そういった画角でね、画角で市場にはないね、新しい製品っていうのを、まあ、生み出してほしいかなと思います。やっぱりね、そこはもう、なんか少し尖ってほしいというか、なんかみんなと同じもの、まあ、コモディティ化しちゃってるっていうか、まあ、そこがね、今のね、こう、レンズ、まあ、特にソニーのね、レンズに関しては増えてきたからこそ、なんかちょっと違う部分を出してほしいかなというふうには僕は思います。はい、皆さん、いかがだったでしょうか。あくまでね、プロのレビューではなくて、これはアマチュアの一意見となりますので、ご注意ください。普段からですね、このチャンネルでは、カメラ関係の動画を、アップしています。もしこの動画が参考になりましたら、高評価、まあ、チャンネル登録もね、ぜひよろしくお願いいたします。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。